注意。この動画は、主にネット情報と、うぷ主の思い込みと、少々の書籍の情報から成り立ってます。正しい歴史を知りたい方は、図書館に行きましょう。ひほちゃん、ちょっと時間あるかな？少しぐらいなら。前回はありがとう。おかげで盛り上がったよ。ひほちゃんも来ればよかったのに。うん、そういうのは間に合ってるから。それで、相談なんだけど、今度、全部活発表会というのがあってさ、歴史研究会も何かやらないといけないんだけど、みんなでアイデアを出して先生のところに持って行ったら、先生から見せられる側の気持ちも考えようねって言われたんだ。うんうん、さすが先生。まともな意見だわ。それで、みんなと相談した結果、校内アンケートを取ろうとなったの。うん。そういう話でもないような気がするけど。それで、アンケートをする際に歴史研究会らしい、何か歴史うんちくが入れられないかなって。まあ、そういうことなら。ありがとう。期待している。では、日本で最初のアンケートというのではどうかしら。あ、なんか面白そう。まず、ふみさんは日本初のアンケートはいつだと思うかしら。明治時代とか、かなぁ。答えは奈良時代よ。そんなに古いの？あ、でも、明確なアンケート量とかないなら、10人ぐらいに何か聞けばアンケートになってしまうよ。それを認めるなら、日本初とか確定できないよ。すぐに上げ足を取られてしまうんじゃないかな。う、この子、どうしてそういうところはしっかりしているの？では、日本で記録に残る古代の大規模アンケート調査ってことにするわ。了解。では、続けるね。奈良時代の有名人はたくさんいるけど、一番の有名人といえば、聖武天皇ね。奈良の大仏を作った人だよね。そうね。唐から鑑真を招いたりとかもしてたり、まあ、国家仏教と律令政治の最盛期の天皇だわ。その聖武天皇がアンケートに関わってくるということかな。うん。では、聖武天皇と言ったら、奈良の大仏や鑑真以外に有名なのは何かな。10秒以内に答えて。はい。正倉院だっけ？ああ、それもあったわね。普通に忘れてたわ。他に国分寺と国分二寺とかもあるわ。聖武天皇といえば、たくさん都を作ったというのがあるよね。小学校の時の先生が思いつきでたくさん都を作って、役人たちを連れ回して迷惑をかけたって言ってたよ。私は、決して思いつきではなく、きちんと狙いがあった行動と思っているけど、結果的に人々を振り回したのは事実よ。まあ、本題ではないので飛ばすわ。では、次の問題。聖武天皇が作った都を全部言えるかしら。はい、10秒。しがないわ、国子で、しがらきの宮、なにわの宮、国京だっけ？その覚え方は何かしら。まあ、いいわ。戦闘の順番は逆だけど、その通りよ。平城京を出発してから、5年間で都を3回も変えて、最終的に平城京に戻ってきたわ。確かにこれは迷惑。引っ越し、大変だったろうな。それで、この頃、聖武天皇がアンケートを取ったの。ここでアンケートが出てくるのか。うん。聖武天皇が取ったアンケートはズバリ。ズバリ。どの都か、いいでしょう。ねえ、これ。放火されても文句言えないんじゃないのかな。まあ、こんなアンケートされて、当時の人がどう思ったかわからないけど、一応真面目に答えているわ。逆らったら首ちょんぱされそうだしね。一応、アンケート結果はこれよ。票の見方だけど、役人には平城京の選択肢はないの。あと、一の人というのは、組京の市場にいた人ね。何人ぐらいに聞いたかはわからないけど、ちゃんとこういう人たちにも聞いているのがすごいわ。当たり前だけど、住んでいる人にしてみれば、ここがいいというに決まっていると思う。あと、信楽の宮が入ってないのはどうしてかな？信楽の宮が入ってないのは、アンケートを取った時点では、信楽の宮はまだ完成してないからだけど、都にする気はなかったんじゃないか、という人もいるわ。そうなんだ。これが記録に残る日本最初の大規模アンケートか？で、アンケートを取った結果、聖武天皇はどうしたの？やっぱり、引っ越しはやめようとかなったのかな？うん、聖武天皇はアンケート結果を見て、
即、何話の宮に遷都したわ。一の人、かわいそう。聖武天皇は何話の宮に遷都し、2月には新しい都であることを役人たちに向けて明らかにしたわ。聖武天皇もさぞかし晴れやかだっただろうね。ところがね、新しい都を宣言したとき、すでに聖武天皇は何話の宮にはいなかったわ。は？何があったの？2月下旬には大臣たちを残して、すでに信楽の宮に移っていたの。そして何話の宮には戻ってこなかったわ。律令制では、重要案件は天皇の裁可がないと仕事が進まないから、政治が滞るようになるの。あらら、何がしたかったのかな？それで、戻ってこない聖武天皇を追いかけて、大臣たちが引っ越してくるわ。そして、天平17年元日に、信楽の宮を新しい都として宣言するの。もしかして、わざとやってるのかな？個人的には、そう思うわ。室町幕府の将軍にも同じことをしていた人物がいたし。そんなことしていたら、天罰が下りそう。そんな非科学的なことはないから。でも、実際、信楽の宮はうまくいかなかったわ。火事が頻発するの。絶対放火だよね。その通りね。だから、大社や税の免除を宣言して、不満を和らげようとしたわ。でも、その宣言をした当日に大地震が襲うの。おう、ついてない。余震が何日も続いたというから、かなり規模の大きな地震だったと考えられているわ。当時は、天災は天皇の徳の問題と考えられていたから、慌てた聖武天皇は役人たちに再度、都はどこがいいでしょうとアンケートを取るわ。どうしてそこでアンケート？結果は、皆で平城京に帰りましょう、だったわ。これで、聖武天皇は諦めて平城京に帰還するの。でも、日本最初の大規模アンケートが、需要の内容と密接に結びついていたとは驚いたよ。そうね。気の利いた先生ならちゃんと教えてくれるわ。その後、首都に関して政府が行った、しっかりしたアンケート調査は、1988年の世論調査までないから、この聖武天皇のアンケート調査が、歴史的にもかなり稀有だったのがわかるわ。ありがとう。しほちゃん。早速教えてもらったうんちくを盛り込んでアンケート、作るね。どういたしまして。ねえ、いいかしら。あまり、興味はないんだけど、どんなアンケートをするつもりかしら。みんなには内緒にしてね。一応、考えてるのはこんな感じ。戦国武将、ベストタッグマッチ、あなたが選ぶ最強のコンビは？そうだ、しほちゃんには一番にアンケート用紙を持ってくるから、楽しみにしていてね。ありがとう。